はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。スターホースポケットプラス。ごきげんよう。私は喜多方くるみ、よろしくね。ガチャ。農園で収穫できるわよ。農園で収穫できるわよ。プレゼントが届いてるわよ。メダルですね。ベストバタージは508キロとなります。なので512キロぐらいまで増やしてから戻りたいとは思います。イベント開催中よ。イベント開催中よ。ムーランドロー車掌は距離行けますけどね。セントライトローズステークスはですから、オールカマーか。イベント開催中よ。気合い十分ね。なんでしょうこれ。桜も。いい感じだわ。桜もなんかって書いてますね。イベント開催中よ。元気いっぱいね。嬉しそうね。イベント開催中よ。キンランド、これはちょっと弱いな。8月の4週ですね、現在。元気いっぱいね。嬉しそうね。イベント開催中よ。今11周です。いい感じだわ。間違えたか。嬉しそうね。ムーランドロー車掌を出していきましょう。何か用？
2番人気ね。2番人気、1番人気はセカンドエンパイア。ミジマル2、一応2つついてますね。 G1 2連勝中です。ほぼ一騎打ちって体制じゃないでしょうか。シーキングザパールも出ます。行きましょう。競馬の根幹距離といえる万有戦、各馬のスピードとスタミナが問われます。さあ飛び出した。ジット9番セカンドエンパイアがちょっと立ち遅れ、お互いの出を伺っているところであります。果たして何が行くか。先手を取ってコンプトンプレイス、内を通ってスルスルと肩の名鉄が上がっていきました。そしてトラファルガー、この3頭が先行集団を形成しております。そして4番手にエルナディム、これと一緒にアルムシュタラク、ゴールドアウェイ、差が開いてエダートプリンス、そしてその外に5番イージーセル、そして1番人気のセカンドエンパイア、うまくいっているんではないでしょうか。1番シーキングザパール、前でありますが前 G1 を勝ってさらに貫禄を増した6番カタノメンテツ、その後ろでやりましょうか。2番トラファルガー、コンプトンプレイス。さあブローニの森に大歓声が響き渡ります。肩の名鉄叩き合いは望むところだ。セカンドエンパイアまだ来ないのか。どこだセカンドエンパイア、かなり後ろだ。さあここで先頭に抜け出した。一馬身リード、さらに内トラファルガーか。後ろに来る計算ないか。ようやく来たセカンドエンパイア。こっからの勢いがすごいな。ちょっと耐えてきたぞ肩の名鉄。あこれかわされるわ。さあ人気どころ争いになった。かわされた。セカンドエンパイア、これ強かったんじゃないかな。よく頑張ったわね。1着9番、2着6番、レースを終えた馬が戻ってきたわ。仕上がりだわ。いい感じだわ。何かよ。ムーンラドローシャーショーが2着ですね。イベント開催中よ。さてね、戻ってきました。今10月を5週ですね。残り9週と短くなってます。いい感じじゃない。嬉しそうね。イベント開催中よ。残りもうレースが少ない。14分か。いい感じだわ。嬉しそうね。さあ、エリジョです。イベント開催中よ。これは出してもいいんじゃないでしょうかね。状態いい状態になった。残り7周です。なのでそもそも WBC 視野入れてこないといけないです。海老名さん、何かよ。行きましょう。
一番人気だわ。もうダントツ 1.4 倍一番人気。投票受付を開始します。ピアグループですからね、まあ、頻繁相手だったら結構頑張れるっていうとこなんでしょうか。堂々一番人気審査されております。笑顔見せてか。なるほど、こういう言い方になるんかい。二条ドーベルもいます。ナイタルナパークんな。そうですね、人気派はいないみたいになるんか、うん、この辺はテンプレですね。エリザベス女王杯です。さあ、世代を超えた女王の座を目指してエリザベス女王杯のスタートです。スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。典型的な逃げ馬はいません。思い切っていくのは何か。腹を切ったのは10番ラン・フォ・ザ・ドリーム、そしてその外に11番ビュア・グッド・ラック、エアグルーヴがかわしていきました。その外からは7番カタノ・ベイテス、そしてその後ろからエリマ・エクセル、外を通りまして8番メジロ・ドーベル・パルブライト、その内からは笑顔を見せて第1コーナー右にカーブを取って第2コーナー12番メジロランバダグレースアドマイヤ、それからもう1頭5番ラティール、しんがりから成田ルナパークであります。第2コーナーから向こう流し、もう一度先頭に戻りましょう。先頭を行く10番ランフォザドリーム、4分の3馬身リード、その外に11番ビュアグッドラック、そして内からはエアグルーヴ、緑の帽子にご注目ください。これが一番人気のエアグルーヴ。結構前に行きますからね。外から1頭メジロドーベル、パルブライト、もう1頭2番笑顔を見せて12番メジロランバダウレースアドマイヤ、その後ろでやりましょうか。5番ラティール、そしてシンガリからカリタルナパークでやります。先頭は依然としてランフォザドリーム、そして外からは11番ビュアグッドラック、エアグルーヴがその後ろ。さあ気合はどうなんだ。肩の名鉄、この大舞台で巻き返しに燃える人馬です。さあ、あなたの相棒はコインつけているエアグルーヴも3番3番って。前は止まりそうにないが、ビュアグッドラックだ。さあ後ろから来たのは誰だ。ラティールだ。メタルナパークも来ているが勝ちますね。やりました。すっかりお手馬です、エビナ騎手。エリジョは勝ちました。なかなかやるじゃない。1着7番2着初出走ですね。厩舎レベルをまたアップ。確定しました。香港は間に合わないでしょう。牝馬限定戦なら強いな。残り6周となりました。イベント開催中よ。イベント開催中よ。メダル5000枚か。いいわね。メロン。嬉しそうね。ということで、あんまり休む必要ないかもね。何かよ。ということでですね、引退前6周なので、次回は WBC 挑戦かな。次回果たして最終回となるんでしょうか。そしてこちらは成績です。ビクトリアマイルエリザベス女王杯、コバ・ヒンバですね、2冠ってことになりますね。高坂剣を取ってるんで、ムランドロンシャーショー、もしかしたら遠征が向いてないから負けたとも考えられるんで、まあとはいえ結構僅差だったので、ここへ来て本格化と言えるんじゃないでしょうか。
悪くない成績だと思います。次回はおそらく何らかの WBC に挑戦させるのかな、 2000m 前後のと思いますので、ぜひ、ご期待ください。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。このスターホースポケットの動画プレイリストに収めております。プレイリストの URL は説明欄に記載しております。ぜひご覧ください。またこの動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターホースポケットをお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。